はい、こんにちは、カズです。このチャンネルは、車が好きな方、洗車が好きな方、ドライブが好きな方のためのチャンネルです。このチャンネルが気に入っていただけましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。で、今回購入したのが MJJC のスノーフォームガン。はい、これですね。で、これ開けてみます。まあ、ちょっともう開けちゃってはいるんですけど、中身は、まず、ノズル。はい。で、ケルヒャーのアタッチメント。この形がケルヒャーのアタッチメントですね。はい。それと、タンク。これも、1リッターのタンクですね。はい。はい。結構上ギリギリまで入れて1リッターっていう感じです。はい。それとですね、このタイプ、このスノーフォームガンですね、自分でちょっと組み立てなきゃいけなくて、シールテープが入ってたりとか、あと、替えのノズルが入ってたりします。これちょっと後ほど組み立ての時に説明いたします。はい。それと、まあ、取扱説明書ですね。これはもう完全に日本語の説明書が入ってます。はい。はい。じゃあちょっとまず、この MJJC のスノーフォームガンを組み立てていきたいと思います。ではまずこの MJJC のフォームガンの組み立てからいきたいと思います。はい。で、この最初にご確認くださいっていうこの説明書の部分があるんですね。で、これって何かっていうと、圧力の低いケルヒャー、K2 とか K3 は、ノズルの口径を変えてくださいと。ノズルの口径を変えた方がいい泡立ちが出ますよっていうことで、僕が使ってるケルヒャーは K2 なので、ここ変更したいと思います。はい。見えるかな？この中に、ノズルのこのマイナスドライバーでこうねじるところがあるんですよね。見える？はい。で、これを外していきます。はい。ちょっとこんなドライバーしかなくてね。使いづらいんだけど。よいしょ。これで、はい。これ外れました。はい。で、これを口径が少し大きいもの、付属している、口径が大きいものに、よいしょ。取り替えます。はい。よいしょ。入れて、で、はい、キュッと締めて、はい、はい、これで交換完了と。これで K2 用の、ノズルになりました。はい、よいしょ。はい、では次、本体の方組み立てていきます。このネジの接続の部分、これですね。これに防水テープ、要はシールテープですね。シールテープを巻いていきます。これですね、皆さん、シールテープって巻いたことあるかどうかわかんないんですけど、右利きの人って多分こう巻きたくなると思うんですけど、シールテープってのはネジに対しての字を書くように巻いてください。の字です。の字見える？見えるよ。はい、の字。なんで巻くの？シールって。これは、水が漏れないように、金属と金属だけでは防水っていうか水がね、漏れてくるから、これをちょっと厚めに巻いて、巻くことで水が止まるということですね。で、これで、しっかりと、締めていきます。よいしょ。よいしょ。
で、こっち側も一緒です。こっち側も。のの字に。これなんでのの字かっていうと、これ逆に巻くと、ネジと同じ方向に巻いてしまうんで、要は締めていった時にシールテープが剥がれてくる。うん。うん。そういうこと。だからネジと反対方向に巻かなきゃいけない。ね。うん、そしてこのアダプターをつけるときに、向きがこっち向きで止まるように、こういうふうに止まるように、これネジがこういうふうに止まっちゃうと、あのノズルがこんなふうに斜めに向いちゃう、うん、これまっすぐこうなるように止める、うん、じゃあこれを締めていきます。多分、まあ、こんな感じで、はい、これでまっすぐ、まあ、ある程度まっすぐ、はい、になってます、はい、これでこのノズルの部分は出来上がりです。でこれを外して、まあ、あとは簡単です。ホースを、こっちじゃないな、こっちだ、ホースを挿してグリグリグリ、でタンクの中に入れて閉めると、はい、とこれで出来上がりです。はい。